皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは仕事を効率的に行うコツとはというテーマでお届けいたします。よく仕事は忙しい人に頼めと言いますが、これは本当のことです。一見暇な人に頼んだ方が早くやってくれそうですが、実は忙しい人ほど仕事を早くやってくれます。理由は簡単です。忙しい人は仕事量をこなすので必然的に仕事が早くなるからです。これは一種の慣れでしょう。また仕事を早く終わらせようとするため効率化を考えます。例えば無駄はないか、一緒にできる仕事はないかなど、いかに効率的になるかを工夫します。一方、暇な人は時間がたっぷりあるため、ゆっくり丁寧にやろうとします。質を追い求めているように感じられますが、仕事の質は仕事の量をこなさない限り上がらないので、暇な人が質を追い求めても、忙しい人にはかなわないというのが本当のところです。そういった意味でも質を上げるためには、とにかく仕事量をこなすしかありません。もう一つ仕事を効率的に行うコツがあります。例えば就業時間中にセミナーに参加しました。この場合、社内規定で報告書を書かなければいけません。締め切りは1週間後です。セミナーの直後に報告書を早々に書いて提出する人もいますし、締め切りギリギリに提出する人もいます。あなたはどちらのタイプでしょうか？私はどちらかといえば後者のタイプです。自分でも悪い習慣だと思っています。なぜならば人間は忘れる動物だからです。今日の本物の商売を目指すポイントです。先日紹介した村上和子さんのセミナーですが、私はレジュメの脇にポイントを書いておきました。ですが、レジュメを見ないと詳しいことまで思い出せません。私の記憶力が悪いということもありますが、ある実験データが人間の記憶力の悪さを物語っています。心理学者のヘルマン・エビングハウスは、自ら子音母音子音からなつ無意味な音節、これを記憶し、その再生率を調べました。その結果は、20分後には節約率が 58%、 1時間後には節約率が 44%、1日後には節約率が 26%、 1週間後には節約率が 23%、 そして1ヶ月後には節約率が 21% というデータになったそうです。節約率とは、一度記憶した内容を再び完全に記憶し直すまでに必要な時間をどれぐらい節約できたかを表す割合のことです。例えば最初に RITを覚えるまでに10分を要したとします。20分後に覚え直すのに約4分を要したとします。この場合、覚え直すのに最初と比べて6分間節約したことになります。そうすると節約率は6分割る10分イコール 60% となります。この実験で使用されたのは無意味な音節であるため、体系的な知識ではより緩やかに忘却が起こると考えられるそうです。この実験から分かったことは、時間が経てば経つほど思い出すのに時間がかかるということです。効率化の視点でも、報告書や議事録は直後に書くのが一番効率的です。提案書もそうです。お客様の困りごとをヒアリングした後、解決策を提案しますが、これもヒアリングから時間が経過してしまうと思い出すのに一苦労します。何事も早く着手することによって仕事がはかどりますし、お客様も喜びます。まさに一石二鳥です。面倒なこと、難しいこと、そして、煩わしいことほど後回しにする傾向にあるのが人間です。ですが、時間が経てば経つほどさらに面倒になり、さらに難しくなり、さらに煩わしくなる。これが現実ではないでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。